日本サッカー協会が7月に不同意性交容疑で逮捕された後に不起訴となったドイツ一部マインツの元日本代表 MF 佐野海修23の今後の招集について見解を示した佐野は都内のホテルで女性に性的暴行をしたとして不同意性交容疑で逮捕されたその後8月に知人の男性2人と共に不起訴処分が出ている今回に移籍したマインツでは すでにプレーを続けており、今後活躍を続ければ実力的には代表復帰の可能性も十分に出てくる。19日に行われた日本サッカー協会の理事会後、都内の JFA ハウスで会見した湯川和幸専務理事は佐野の今後の招集について言及。佐野選手については、呼ぶ呼ばないといったところは状況がどうなのかを考慮した上で判断していくと方針を明らかにした。 そして、サッカー協会の中では、しっかりプレーできる状態なのかどうなのかの判断もあるし、やはり招集ごとなので、我々がリクエストして、そこはクラブとの話し合いに,にもなってくると語った。1月末に青加街が報じられて代表から離脱した MF 伊藤純也、スタッド・ランスは、8月に出た不起訴を経て9月の北中米 W 杯アジア最終予選から復帰を果たした。 今後は佐野の招集について注目が集まる。